こんにちは。こんにちは。はい、子ども機械体操インストラクターの森本です。また腹筋とか背筋、今日はちょっと側筋、ちょっと難しいトレーニングもね、側筋やっていこうかなと思うので、よかったら家でやってみてください。はい、ではいきますよ。動画スタート。はい、じゃあね、柔軟言いたいと思います。柔軟体操ね。はい、じゃあ今日は手を地面に入れてください。じゃあこのまま前にスライドをさせる、ね、トコ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 って前に進んでまた戻る。これを10回リズムよく前に行ってまた戻る、前に行ってまた戻る。で、少しずつここ太もものね、後ろの筋肉伸ばしていきましょう。10回いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よーし。はい、次足開きます。じゃこれも一緒で、万歳、手を地面につけて、はい、じゃ前に、はい、また戻る。じゃこれをリズムよくね、いきましょう。1、10回いきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10。どうでしたか？できましたか？で、柔軟やった時に背中がね、こうやって丸くなるお子様とかがいれば、片一方の足を曲げる。で、股関節の、柔軟をしたいので、まあ、痛かったらね、やらないと思うので、まず片一方を曲げて、肘を曲げて、この肘を地面につける。そう。これはあまり痛くないんですよね。これを、1分だったり2分から頑張ってみてください。はい、次反対いきましょう。反対も同じです。はい、肘を曲げる。はい、 OK です。ね、そこで股関節がね、柔らかくなるので、ぜひやってみてください。はい、では腹筋なんですけど、最初足を伸ばして V 字バランスのまま腹筋ちょっとやりたいと思います。手を横にして足上げる。このまま、足を上げたり下ろしたり、上げたり下ろしたり、上げたり下ろしたり、これを10回。はい、手を横に、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、どうでした？できましたか？じゃあ少し難しいなって思ったお友達は、手を後ろで足を上げてまた戻す、上げてまた戻す、上げてまた戻す、でも大丈夫ですよ。ぜひやってみてください。はい、では今日言ってた側筋ね、側方ですね、こう横の筋肉、ね、横の筋肉頑張ってもらいましょうかね。はい、では、肘つき、肘をついて寝転びます。で、足肘つきで寝転び肘つきで寝転びます。で、その時足はしっかりこう下駄を履くっていうの分かりますかね。つま先を伸ばす、下駄を履くね、つま先を上に向けるかな。で、そのまま、ふくらはぎが地面につかないようにほっ上げる。さあ、上がってるか見に行きましょうかね。はい、上げてください。上がってる上がってる上がってる、そう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 、ここ上げる。これを10秒。7、8、9、10。どこがしんどかったですか？お腹の横が、ね、下のね、お腹の横がしんどかったと思うので、もう一つレベル上げれるんですよね、これ。はい、もう一回そう。で、この上の足を上げるね。これで10秒も頑張ってみてください。はい、では反対いきましょう。はい、また下駄を履くね、つま先をまっすぐ向けて、
はい、ね、お尻を上げてふくらはぎも上げる。で、ボディ先生ね、楽なので足も上げてもらってます。6、7、8、9、10、はい、OK です。毎日やってみてください。はい、では先生からね、もっともっと簡単だよっていう人はこんなゆりかごがあるんです。ゆりかごってみんなやったことあるかな。こうやって足持っておへそ見てゆりかご、これがね、上手な人はぜひねやってみてください。寝転びます。片一方の手伸ばして、片一方の手は前につきます。足上げて、手上げて、このまま揺れ、よいしょ、横に、これもチャレンジしてみてください。ここにしっかりね効いてると思うので、次反対。じゃあこういう先生やってもらいましょうかね。反対、こういう先生初めてやります。はい、こっちの手寝転びます。こっちの手は胸の前な、胸の前で、まず足を上げて、肩も上げて、はい、このまま揺れる、上下上下、足は閉じたままの方がいいかな。そう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 、この手で押してもらっていいね。ね、この手で下に下を押して、この手で地面を押してもらえればいいので、頑張って揺れてみてください。ではね、すごい効くと思います。はい、では今日も小池先生がいるので、手押し車を頑張りたいと思います。はい、じゃあ持ってもらいましょうかね。足を持ってもらいます。お腹がベローンってならないようにしっかり上げる。その場でいいので、1212、手を動かします。もう一つレベル上げますね。胸タッチ、はい、OK です。10回や20回30回頑張ってみてください。じゃあ次こうです。はい、足上げてもらって、はい、よいしょ、はい、はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、眠れ、よいしょー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。ではね、今、腰、お尻の横で足を持ってたんですけど、これをどんどん上げてあげる。足を肩から逆立ち、逆立ちまでできたらもうマスターしてます。素晴らしい。はい、じゃあ最後はお腹のトレーニング、お腹のトレーニングです。お腹のトレーニングは、はい、じゃあまた V 字バランスの姿勢ね、 V 字バランス、足上げます。じゃあね、膝、胸、下のギュッと押してあげてください。よし、これを10秒間頑張ってね、ギュッてお腹の筋肉鍛えていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、小出先生強いです。ではね、みんなも家でやってみてください。じゃあねー。